on air. Here's hoping I can get some people to watch this time, besides my friends. Which is why I posted it in media. What was I doing again? For Persona 5. I'm asking myself. This is why I need Kushimasama. Ame wa suki ka e?
ありがとう。さて、here. Hello, crowd. Is everybody hearing me?Man, I have to regret that. Acting was kind of cringe. It's chill.
よし。 This is the reason why I do it today. Free SB. And he gets free treats. 気をつけてね。You do not look middle-aged! I think Mark, he's gonna get scammed someday. What? の影に隠れてるが、お前も前歴のせいで有名人だからな。くれぐれも注意しろよ。おい囚人、聞きなさい。では していました。
それでは。ならば。どうするのだ。ほう。案内なさい、囚人。なんだと？いいか。仕方がないですね。おい。It's because it's true, though. Hopefully, you guys are paying. Should not try to Discord and play P5R at once. 宇宙は体験できなかったが、味は悪くなかったぞ。味よりも、あなたはおまけの宇宙船に興奮していたようですが。うるさい！ジュスティーヌこそ、あのピクルスとかいうの残したくせに。あれは地球の食べ物ではありません。おそらく宇宙生物の卵か何かでしょう。
何？そうなのか？おい、どっちが本当なんだ？私は食べてしまったぞ。味は悪くなかったわ。落ち着きなさい、カロリーヌ。そろそろ本題に入らなければ。まあ、実際に食べてみて分かった。バーガーで宇宙を再現するのは限界がある。おまけで宇宙を提供するとは姑息だが、これはこれで認めねばなるまい。今回のお題に答えたこと認めてやろう。報酬はこちらです。今後もこの調子で励めよ。しかし、外の世界にはお店というものがあるんですね。対価を払うことで様々な欲望を満たすことができる場所。興味深いな。研究の余地がありそうだ。まあいい。囚人、ご苦労だったな。本日最後の刑務として我らを送り届けろ。暑くないか。生徒の皆さんへのお願い？情報を募集しますだって。校長が貼ったらしいよ。気づいたことがあれば生徒会長へ相談してください。相談って何でもいいのか？つうか、なんで生徒会長に？校長と関係なくね？新島さん、校長のお気に入りだし、それで頼んだんじゃない？Are you happen to watch me on YouTube? Because I would love to hear your typing on the screen in the YouTube channel comments, you know? Answer it, Goran.これだ。その通りさ。
You can still type on YouTube then, Kazu. Yeah, yeah, the ding-dong dash is going to get you ding-donged upside the head. Some people have no respect for their senpai. Kaichou, あの刑事どういうことですか？あれは校長が勝手に。早速相談が届いてます。脅迫されてる生徒がいるらしい。怖いので何とかしてください。え？弱みを握られてお金を要求された。警察にも相談できず困っている。これって渋谷で噂になってる犯罪のことじゃ。うちの学校にも被害者がいるんですね。私たちどうしたら。生徒会の仕事じゃないですよ。僕らだって怖いし。昨日校長に呼ばれてましたよね。何も聞いてないんですか？いや、そのわからない。今日は校長が不在なの。明日確認してくるから待って。まあ会長がそう言うなら。混乱させてごめんなさい。大丈夫、私が何とかする。だから心配しないで。つけておこう。
お疲れ様。調子はどうだ？帰るとするか。おう、帰ったか。Ding dong, ditch alert. Sorry, not answering. Of course you are, Kazu. That took a while. And the answer for crossword 9 is conference, everybody. なるほど。
that can happen when you brain a little bit. Moving theater. Movie theater. Asana, really? You're going in your litter box to try and play with the metal grate? Going anywhere because eventually I'll be able to walk right out of there. Spend any money.
びっくりした。Stinks. It's because of the ding dong dashing. あれってどう思う？それ気になってた。やばいよね。すごい。Meow. Hey, Kit Kat. It's not gonna go and let you go in. Unless you wanna get pet by me. そうだ。Okay. じゃあ、君。これだ。正解、すごいな。
校長、生徒のこと探ってるらしいね。気になることでもあるのかな。鴨志田先生のことじゃない、鈴井さん絡みのあの話。校長もセクハラのこと知ってたのに放置してたんだって。きっともみ消すつもりなんだよ。バレー部とかに口止めしてるって聞いたし。最悪、それで新島先輩を使ってるんだ。そうそう、生徒会長もグルだって噂。いい子ちゃんの顔してひどくない？新島先輩も知ってた。どういうことですか校長、勝手にあんな掲示を。私の計らいだよ。広く情報を募れば調査がはかどるだろうと思ってね。それで例の件につながる話はあったかね。はあ、何かあればこちらからお伝えします。今はそれよりも囚人学園内に犯罪組織に脅されている生徒がいるようなんです。うん？掲示を見た生徒から相談があり、対策をお願いできませんか？何かの間違いでは。我が校の生徒に限ってそんな。怪盗騒ぎで生徒が混乱してるとか困るんだよ、こんな時期に。ですが現に相談が。私は忙しくてね。どうしてもというなら君が解決してくれ。は？論点が変わってませんか？例の件の調査もありますし。そうだ、ちょうどよかったじゃないか。やはり私の狙いが功を奏した。犯罪集団つながりだよ。その犯罪組織とやらの話を追えば回答の手がかりも得られるに違いない。そんな無茶苦茶な。仮にだよ、仮に本当だとしてだ、君は困っている生徒を見過ごす気かね。それは。君のお姉さんが君の立場だったらきっとうまく解決するだろうね。私は君にとても期待しているんだ。いい報告を待っているよ。But there is evil crime syndicates. A little hit to the wallet. いいと思います。
とですね。ありがとうございます。お先に失礼します。よし。Oh, this is new. I did not expect that perk.暇か。
ありがとうね。つまりテレビ番組を作るためにスポンサーを募るんです。番組合間の CM はご存知だと思いますが、あれスポンサーの関連商品なんですね。まとめると番組制作費を集めるため局としては視聴率が大変重要なわけで。へえ。おおお、じゃあよく聞いとけ。お昼にドラマの再放送が続いたり、夜は美人の女子アナさんが出る報道番組が流れたり、つまり編成部というのは何時にどの番組を放送するかを決めるところで、番組の編成を決める場所ということになりますかね。そのまんまやな。映像は見せ場だけ切り取って放送時間の枠に収められるわけです。映像を番組用に編集する場所が編集室ってことになります。おい、これいつまで続くんだ。つか、そろそろ限界。おぎょ、一体何なの、うるさくて仕方ないよ。おい、おっさん。すみません、すぐ撤収させますから。はい、次は現場体験です。くっそ、あのおっさん何様だよ。君テレビ出てみたくない？は？君スタイルすっげーいいからさいや、今見学中なんで。興味出たら連絡してよ。君の連絡なら昼夜問わず大歓迎だから。はあ、何が大歓迎だ、下心丸出しじゃねえか。どいつも外見ばっかで腐った大人しかいねえのかよ。心引っ抜いてやろうか。クソ、でけえ声出すな。真面目な生徒のふりしに来たんだろうが。退屈なのはわかるけど、頼むから問題だけは起こさないでよ。じゃ、まあ亀足体験してもらうね。ああ、カメラアシスタントってこと。カメラを移動させるときにケーブルが絡まないようにさばいて。そこの金髪くんでいいや、元気あり余ってるみたいだし。寂しけりゃ隣の彼も。ほら、さっさとさばいて。くそ、最悪だよ。なあ、めんどくせえ。テンション下がるわ。あったまくんな。俺ら逆だろ。なんで雑用やらされるわけ。全然すっきりしねえ。便所行ってもすっきりしねえぞ。これ声でかいから。まあ気持ちはわかるけど、お互い災難だったね。こんなのが明日もあんのかよ。サボるんじゃねえぞ龍二。待ってるよ。いい子ちゃんだろ。怪盗団も楽じゃねえな。そういえば今日現地解散なんだって。日頃あんま来ない方向来たし、気晴らしにどっか寄って帰んない？我が輩、あそこがいいぜ。来るとき見えたでかいパンケーキみたいな場所、なんだか美味しそう。なんなんだあれ。
ああ、ドームタウンか。丸いあれは野球場だな。あと周りは遊園地。ビル街の真ん中なのに結構ガチな絶叫マシーンとかあるよね。よし、挑戦だ。我が輩の男気見せてやる。別に絶叫マシーン乗れたからって男気感じないけどね。その前に猫乗れねえだろ。そうなの？カバンに閉じこもってりゃバレねえかもだが、絶対ゲロ酔いすんぜ。けど行ってみっか、ドームタウン。なんか行きたくなってきたわ。私もジェットコースターのお腹になった。我が輩、別にゲロ酔いマシーンじゃなくても。失礼、その服囚人の学生さんですよね。何？たまたま近くを通ったんで挨拶でもって。明日一緒に出演するから。なあ、僕明智五郎って言います。明智？出演？何回かテレビに出させてもらっただけだよ。あ、ごめん、本当に通りかかっただけなんだ。もう行かないと、明日の打ち合わせなんだ。これからケーキ食べに行くのかい？僕もお腹空いたよ。お昼食べ損ねてさ。あ、ケーキ？何の話だ？あれ、違ったかな。美味しそうなパンケーキとか聞こえたから。まあいいや、じゃあ明日スタジオで。あいつ駆け出しの芸人かなんかだな。あの髪型変えねえと人気出なさそうじゃね。何も分かってない。まあいいや、どうせ明日すぐ会うんだしよ。行こうぜ、ドームタウン。よし。なあ、ゲロ酔いマシーンやめてケーキにしない？気分悪っ。マジ酔った。だから我が輩が言ったんだ。お前、こういう時だけ猫って言い訳使いやがって。そんなことよりさ、お腹空かない？なんか食べてく？パンケーキとか。明日もあるんだし帰ろうぜ。さてと。
やあ。実はさ、
入られます。あいつ、昨日の CM 開けます。7、6、5秒前4、3。さて続きまして、今会いたい人のコーナーなんですが、前回の大好評を受けまして、本日も彼に来てもらってます。現役高校生探偵、明智五郎くんです。どうも。明智くん、ごめんね、忙しいところ。しかしすごいね、人気。僕も驚いてます。ちょっと恥ずかしいですけど。何でも探偵として今気になっている事件があるとか。そうですね、マダラメ画伯のスキャンダルでしょうか。出た、怪盗騒動ね。明智くんも気になってたんだ。ズバリ聞いちゃうけどさ、正義の怪盗どう思う？本当に正義のヒーローならいてほしいですよ、夢があるし。へえ、頭から否定じゃないんだ。これでも僕、今でも悪事が続いてたっていう人もいるけど。マダラメ画伯のしたことは許されない罪です。でもそれを法律以外の尺度で勝手に裁くのはただの死刑。正義から一番遠い行いです。第一、人の心を無理やりねじ曲げるなんて人間が一番やっちゃいけないことですよ。なるほど、確かにね。自分から怪盗なんて名乗る連中だもんね。相変わらずすごいね、カリスマっていうか、なんか話に聞き入っちゃうよね。これで怪盗が本当は実在してなかったらお恥ずかしいですね。その時は顛末を高校生活最後の自由研究にでもまとめたいと思います。では明智くんと同世代の高校生たちにも怪盗について聞いてみましょう。まずは怪盗は実在すると思う方、お手元のスイッチをどうぞ。実在するに決まってんだろ。3割ちょっとくらいかな。明智くん、どう？意外と多いですね。ちょっと驚きました。みんなは怪盗の行いについてどう思ってるのかな。それではこちらの学生さんに聞いてみましょうか。もし仮に怪盗がいるとして、彼らのことをどう思いますか？言い切りますね。怪盗は法で裁かれるべきだと主張した明智君とは反対の意見だね。ええ、ここまではっきりと怪盗を肯定するのは興味深い。じゃあ彼にもう一つ聞いてみたいことがあるんですが、もし君の身近な人、例えば君の隣に座ってる友達、ある日突然彼らが心を変えられたらどうする？怪盗の仕業だとは考えない？なるほどね。でもどうして言い切れるのかな。僕は実は彼らの行いの善悪よりもっと大きな問題がある気がするんです。ん？どういうことかな。人の心をどうやって変えたのかってことです。心を操作する、そんな力があるなら自白だけに使われるとは限らないですよ。もしかしたら僕らが普通の犯罪だと思ってることも実はすでにそうやって起きてるのかもしれない。確かにその通りだ。いや、誤解しないでください。もしもそんな力を使える輩がいれば、そういう過程の話です。でも決して無視はできない。僕らの暮らしに対する脅威に他なりません。実はもう警察とも足並みを揃えていくつもりで動いてるんですけどね。あいつの言ってることちょっとそうかもって思っちゃった。俺らが悪党みたいな言い方しやがって気に食われ。でも
警察ってマジ？言わせておけばいいさ。正義かどうかは自分たちが決めることだ。てか悪い。ちょっとトイレ、すぐ戻っからここで待っててくれ。もう私先に行ってるからね。あ、君はさっきの。会えてよかった。お礼が言いたくてね。やっぱりアンチテーゼがなきゃアウフヘーベンは怒らない。ごめんごめん、君との議論がとても有意義だったってこと。あんなにはっきりと意見をぶつけてくれる人、僕の周りにはあまりいなくてね。大人たちは若者を利用するばかり、同年代は流されるまま肯定するだけ。無責任な人々のあまりに多い時代だ。君が回答を望むのもわかるよ。回答は君の思う通り、本当に善意の存在なのかもしれない。特別な力を持った彼らは今きっと正義感や使命感に燃えているんだろう。でもその正義はいわば万能感の裏返しだから、もし彼らを追い詰める強力な存在が現れたら、その時はあっけなく逃げ出すと思うよ。へえ、君やっぱり面白いね。これは議論のしがいがありそうだ。よかったら今後も話を聞かせてくれない？ありがとう、嬉しいよ。君からは他の人と違う何かを感じるし、探偵の勘ってやつなんてね。よくも今日まで警察の包囲網をかいくぐってこれたものだわ。警察関係者の誰かと通じていたのかしら。一体どういうこと？我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、正義のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし。そうだ、連絡先の交換しとこう。登録完了っと。それじゃ。探偵の勘か。けどあいつから学べるものは多そうだ。もし誘いが来たら付き合ってみるよ。悪い悪いって今の明智か。すかしたつらしやがって。一緒の空気吸うだけで気分最悪だぜ。さっさと行こうぜ。Thank you.
あの明智って探偵は下手に近づくのは危険だが。あいつまで怒った。アンケートって回答チャンネルの。おい囚人、随分世話してやろう。出獄させるつもりか。それなりに力を宿しているようだが、出獄させるのか。終わりですか。なんだ、私ジュスティーヌ、お前登録ですか。本当にいいのですね。もう終わりか。なんだ、世話してやろう。ドイツにするんだ。光沢か。どの子にするんだ。この子で収監するぞ。可愛がってやろう。もう終わりか。なんだ、時間です囚人。
ご主人様。おい、ご主人様。おやすみ。怪盗だなんて
ション上がる。でも昨日の探偵向かっだったら誰かが助けてやれんだったらこっちも怪盗なんてやってねえんだよ。あんた声でかすぎ。いいんだよ、どうせみんな似たような話してんだから。逆にコソコソしてる方が怪しいだろ。てかさっきから人ちょっとよこせ。それごめん、今のでラスト。のんきすぎるぜ、警察が動き始めたってのに。本当なのかな、このまま続けて大丈夫だよね。警察怖くてかいけど、パレスに変なやつがいたり、よくわかんないこと多くない？楽しそうだったから。またつか。どうしてと、もしかして困ってることがあるならそんなに内申点欲しいんだ。けどそりゃそうか、生徒会長なんて面倒な仕事、そうじゃなきゃやってらんないよね。何す、生徒会長のあんたならさ、鴨志田のこと知ってたんじゃない？そんなわけないじゃない。だってまあでも生徒会長って先生たちの味方だもんね。じゃああなたこそ友達として何をしたの？私よりよっぽどあの子の近くにいて何をしてあげたの？何もできなかったよ、私一人じゃ何もできなかった。大きい声出さないで。困ってる奴を助ける怪盗がいるなら俺は全力で応援するけどね。誰かさんよりよっぽど頼りになるし。授業ちゃんと出なさいね。すごい勢いでレスが増えてるな。だが俺たちに否定的な意見も目立つ。目的も手段も不明な犯罪集団、正義を語って好き放題する連中か。明智のせいか、テレビの影響すげえ。否定するのは勝手だが、影響だけされてケチがつくのもな。信じてくれる人せっかく増えだしたのに。また大物やりゃ済む話だろ。で、次の大物の目星は？まだ見つかってねえ。くっそ、イライラすんぜ。つうか、お前何そのでけえバッグ。ああ、寮を出た。不潔な上に騒がしすぎる。あそこで芸術は生まれない。いや、どうすんだよ、あのあばら屋も嫌なんだろ。これから高巻さん、いや
アンの家に。手土産も用意した。ご両親のお口に合うといいが。は？ダメに決まってんでしょ。バカな。お前がな。手持ちの全財産をはたいた和菓子が。そこじゃねえから。ほんとどうすんのよ。金じゃ出てく。ユウスケは大事な戦略。よし、うちに来い。お前が言う。喫茶店だっけ。前から気になってたんだ。呼んちゃって近いよね。しかも駅徒歩1分。じゃあ今からそこでパーティーやろうよ。マダラメ改心記念パーティー。おお、いいな。こいつの歓迎会も兼ねとくか。決定。世話をかける。ああ、俺布団派だから。ご主人の説得はよろしく。じゃあ。古くせえな。嫌いじゃねえけど。人はそれをレトロという。ん？友達か。お邪魔します。女の子まで。いつもお世話になってます。世話かけられてますの間違いだろ。むしろ助けられてますよ。ふん、座りな。おごるよ。お前は手伝え。ああ、酸味が深いな。そっか、思い出した。ルブランって確か前雑誌に。昔の話さ。マジか。どれ一口。俺もガキの頃はコーヒーなんて飲んでなかったしな。友達なんだろ。ここじゃなくて部屋行け。部屋見たい。ただの物置だけどな。なんかまだ逃げ。ごちそうさまでした。この階段だな。あ、コーラごちそうさんっす。ああ、名前。高巻です。高巻アン。アンちゃんか。可愛い名前だな。彼氏いんの？いないっすよ。おい、早く来いって。なんかここすげえぞ。行っといで。あ、はい。コーヒーごちそうさまでした。あ、もうモナバッグ置きっぱじゃん。いい子じゃないの。どう思うよこの部屋。ツッコミどこしかねえわ。別に普通じゃないか。マジかよ。あ、な、やばくね。思ったより片付いてる。はあ。まあ適当に座れや。俺たちの話で持ちきりだな。信じていた連中までテレビの発言の影響を受けてしまっている。明智って野郎のせいだ。聞かれるぞ。声を落とせ。これじゃあみんなに勇気与えるどころか不安を与えちゃってるよ。我が輩たちの正当性を世間に知らしめておかないとな。そろそろ次の大物に行った方がいい。というか、もともとその話がしたかったんだろ。ああ、まずは候補を探ろう。
つっても大物ってなるとなかなか見つかんねえんだよな。誰か心当たりあるやついね。なし。右に同じ、どうするよリーダー。見てるっつーの。っていうかあれ、くっそ、なんだ。すまん。なのに全財産で菓子折り買ったの。いくらだったんだよ全財産。じゃあとりあえず大物が見つかるまではおとなしく待つしか。歓迎パーティー妙。実は見つけちゃった。あ、鍋とかできないかな。我が輩賛成。同じ鍋の飯的な。肉が入ってりゃ何でもいいぜ。締めはおじやで頼む。三つ葉多めでな。ダメかな。じゃねえよ。金ねえくせに。んじゃ買い出し行くべ。まず銀杏とワンタンの皮だな。買い出し私たちで行くから、おじさんからお鍋借りといてくれる。後で割り勘ね。にぎやかな鍋を借りて。シェア大勢で買ったあんちゃんだっけ。友達帰る場所がないんだ。居候から頼むんじゃ。鍋ならどっかにあるはず。買い出し組も戻ってくる頃だ。一応しばらく下にはいるが。さて続きまして、今会いたい人のコーナーなんですが、前回の大好評を受けまして本日も彼に来てもらってます。現役高校生探偵明智五郎くんです。味薄いね。でもよかった。いろいろあったけど成績は落ちてないみたいで。学校は大丈夫だよ。お姉ちゃんこそ疲れてるんじゃない。塩分足りてないんだよ。そう見える。でももし仮に本当にそんな怪盗がいるんだとしたら、僕は法で裁かれるべきだと思います。はっきり言うね。彼らのやってることは犯罪。ネットとかじゃ怪盗団がいなきゃ今でも悪事が続いてたっていう人もいるけど。まだらめ画伯のしたことは許されない罪です。でもそれを法律以外の尺度で勝手に裁くのはただの死刑。正義から一番遠い行いです。第一、人の心を無理やりねじ曲げるなんて人間が一番やっちゃいけないことですよ。人の心を操ることは犯罪なの。方法によっては犯罪ね。彼の言う通りよ。悪事を認めさせて罪を償わせても。何急に。別に。正義の味方がいるとでも。まさか。余計なことは考えなくていいの。言いたいことわかるよね。勉強していい大学に行く。女でのし上がっていくのは大変なの。なのに上に立たなきゃできないことばかり。
そのためならどんな手だって使うわ。あなたも将来のために今やるべきことだけに目を向けなさい。ごめんなさい。こんな時に。はい、うん、大丈夫よ。ああ、その件ね。何をすべき。正義。困ってる奴を助ける怪盗がいるなら俺は全力で応援するけどね。私だ、もう食えねえ。美味だったぜ。アンドのきっといいお嫁さんに。ごめん、ソファ借りる。なんだユウスケ。締めをやってないぞ。うどんやおじやは。いや、今度にしとけ。寝るの早っ。疲れねえ方がおかしいだろう。寝かしといてやろうぜ。時に龍二、アンとはどういう関係だ。あ、別に同じ中学っつうだけだよ。昔のアンドのはどんなだったんだ。そんな変わんねえよ。高校からはクラス別になって話さなくなっちまったけど、友達は少なかったな。帰国子女で見た目もこれだからな。派手なやつは勝手に嫌うし、地味なやつは近づかない。そうだったのか。で、お前たちはどうだったんだ。俺ら？互いを知るにはいい機会だ。俺の過去はすっかり知られたんだ。お前たちも話すべきだ。自分は失うもんがねえってか。いいぜ、話すよ。ただの親不孝者の話だけど、小さい頃親父が消えちまってさ、ずっとおふくろと二人で暮らしてんだ。本当は陸上で特待生とかになっておふくろに楽させたかったんだ。結局ダメにしちまったんだけどよ。すっげえ親不孝者だろ。高一の時鴨志田に手あげちまって、それでおふくろ学校に呼び出されてよ。教師連中から言いたい放題言われてさ。その時おふくろじっと我慢してた。あの時のおふくろの顔今でも忘れらんねえ。帰りに謝られたんだ、片親でごめんってよ。そんなことがあったのか。学校はみんな平等と教えるが、現実はそんな綺麗事ばかりじゃない。気持ちは俺にはわかる。まあ、レッテルっつったらこいつこそ大概だけどさ。例の話か。そういえば詳しく聞いたことなかったな。このガキ、訴えてやる。これ以上するならあのお金のこと告発しますよ。いいんですか。そんなのお前が勝手にやったって言う。嘘。俺を誰。そんな。おい、お前ガキが生き、ちょっとでも余計なこと喋っ。そんな。黙れ。貴様は俺に逆らったらどうなるか。お前らに。お、どういう状況。そこの少年、それでだ。それとどういう意味。あ、おい、かっ、わっ、てる。くそ、たったそんだけで障害かよ。女の方もひどいな。
だんまりを決め込んだわけだろ。そういうやつの心こそ盗むべきだ。どこのどいつだその男。思い出せないか。まあ夜道だった上に逮捕なんてショックが重なったんじゃな。肝心なことが思い出せねえ辛さは我が輩よくわかるぜ。被害者の個人情報は保護される。特定は難しいだろうな。それにもう判決が出たんだろう。うまく相手を特定して仕返しできてもこいつの前歴は消えやしない。ありえねえ。世の中間違ってるぜ。弱ってるやつ助けねえで身勝手な大人を勝ち逃げさせてよ。偉いやつらが決めることなんて当てになんねえよな。俺たちなら正せるんじゃないか。誰にも気づかれずに俺たちが正しい正義を見せつけて世間の目を覚まさせてやればいい。ああそうだぜユウスケ。そのために授かった力だろ絶対。いいんじゃないか。仕事は派手に決める方がかっこいいしな。お前らに教えられたことだ。何熱くなってんの。あっと悪い、起こした。ううん別に途中から起きてたし。けどなんか不思議、聞きながら思ったよ。みんなのこと昔から知ってる気がする。これって似た者同士だからかな。まあろくなもんじゃねえけど。似た者同士か。我が輩だけ違うな。お？我が輩には振り返れるほどの記憶はない。